いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今回の動画は前回購入したと紹介させていただいたコネクティングチューブの取り付けを行っていこうと思います。ですね、限定10個サービス価格で販売ということだったんですけれど、すべて10個完売になったそうです。まあやっぱりですね、すごい見てもらうと分かると思うんですけれど、やっぱり柔らかく作られてて、まあ、やっぱりまあ変形がないっていうのが一番大きいのかなと思いますね。おそらく僕のやつはもう、まあ、当然純正の部品が今ついてるんですけれど、まあやっぱり結構無理やりバンドを締めたりしてると思うので、まあ、変形とかもあるんじゃないかなと思います。じゃあ一応外していこうと思います。ではですね、タンクの方をまず外していこうと思います。はい、こんな風にですね、タンクは外れました。じゃあ次は、バッテリーの方を外していこうと思います。はい、こんな風にですね、まずバッテリーのステーを外します。ちなみに多分僕前回メルカリかなんかで買うとこのバッテリーいいですよってお伝えしてたと思うんですけれど、Amazon の方が安いっぽいですね。まあ、ちょっと今もそうかどうかはわからないので、一応そこは買う前に確認はされてみてください。はい、こんな感じで、バッテリーを抜きます。理由としてはですね、エアクリーナーボックスを後ろに下げるためです。バンドは意外と綺麗っぽいですね。よし、じゃあこの後ここのバンドを緩めていこうと思います。コネクティングチューブバンド緩めました。で、ここ結構くっきり肩が跡が残ってますね。こっちの溝から出して一回これでいきます。フレームとエアクリの間に突っ込んで、こうやってテコみたいな感じで外してます。そしたらこうやって左を結構抜けばいいみたいですね。はい、摘出完了しました。まあ、結構バンド綺麗かなと思ってたんですけど、若干いいのかな、こんぐらい。ちょっとやっぱり歪みはありますね。ちょっと塩ハウスさんで探してたんですけれど、今んとこ売り切れっぽくて、と待つか、これ使うか、悩みどころですね。コネクティングチューブなんですけど、こんな感じになります。で、じゃあ、この間買ったやつはどうなのかっていうと、これですね。まあ、ちょっと汚い綺麗とかは置いといて、やっぱりこの当たり面とかが若干変形してますね。やっぱ新しい方真っ平らですもんね。こっちはこんな感じで、じゃあ硬さはって聞かれるとこんな感じ。まあ柔らかい方っちゃ柔らかい方なのかもしれませんね、あの古い割には。で、新しい方はやっぱこんな感じですね。まあちょっとこの純正がもともと新品であったらどれぐらいの硬さだったのかっていうのはちょっとわかんないですけど、まあ、一応今の比較としてこういう感じですね。純正、新しいやつ。まあ柔らかさとしては明らかかなと。で、やっぱりここの面とかを見てもらうと、まあ明らかに変形があるなっていうのがわかりますね。じゃあこんな感じで右も外していきます。はい、抜けました。これ冬の作業だったら地獄だったんじゃないかなと思いますね。右側ですね。ここに R って打ってありますね。この丸の字と R、まあ左だったら L ですけど、それがある方が上ですね。ああ、なんかこっちの方が面はすごい変形してますね。見えますかね？わかりますか？当たり面が結構悪いですね。やっぱりまあじゃあこう、この部品が悪かったら何なんかっていう話になると思うんですけれど、やっぱ当然ですね、あの二次エアとかにつながってしまって、エンジンの不調だったりとか、まあ最悪エンジンがですね、壊れてしまったりとか、そういうのにつながってしまうので、まあこういうのは特に大事じゃないかなと。消耗品系の部品とかっていうのは、あんまりこう、変わり映えがしないので、マフラーを変えたみたいな、こう、気持ちの良さっていうのはあんまりないかなと思うんですよね。ただまあやっぱりスプロケットチェーンが悪くてエンジンをダメにすることもあるみたいに、やっぱりこういうところにも
お金をかけて、まあちょっと安くはないと思いますけれど、価格としてはですね、ただ価値としてはやっぱそれ以上のものがあるんじゃないかなと。これでエンジンが守られるのであれば、まあやっぱりそのこの3万いくらっていうのの使う価値としてはやっぱり十分あるのかなと思いますね。比較です。まあ、当然柔らかさは右側もこれですね。まあまあまあ柔らかさは柔らかいかなと思いますけど、なんか握ると変形しますね。なんか肩が残るような感じがあります。まずは左側 L からつけていこうと思います。なんでキャブ外したかっていうと、だいたいこうきっちりだいたいがつくんですけど、この下のところがですね、ちょっとこう M 字みたいになってエアクリーナーボックスの方につきにくいんですよね。ここの縁にはまりにくくて、こうやってエアクリーナーボックス単体ではめれば簡単につくんですけど、まあ、その辺が僕が下手くそなので、キャブを外してからつけていきます。ただまあ気をつけた方がいいこととしては、やっぱ柔らかいのであんまりガンガンに締めすぎると良くないかもしれないですね。結構純正の方は割とまあちょっと固めなんですよね。その単純に硬くなってるだけなのかわかんないですけど、でもただこの辺とかと叩き比べると音が違うので、まあ、もしかしたら材質が若干違うのかなとも思いますね。まあこの辺は日に当たりにくい部分なんで、劣化が少ないだけじゃないかとも思います。可能性もありますけど、まあ、その辺がちょっと気をつけた方がいいとこなのかなと思います。これ一応ですね、上とか反対側の側面とかしっかりと周りから見てもらった方がいいかなと思います。見えますかね。下と横上っていう感じですね。ちょっと見にくくてすいません。まあきっちりはまってますね。はいはい、じゃあ左側はついたので次右側をつけていこうと思います。まあやっぱりですね、キャブ抜いてる分すごくつきやすいなと思います。結構すんなりつきやすいですね。季節がこれだけ暑いのでいい時期なのかなとは思います。ここついてますね。やっぱ下がつきにくいなという印象はありますね。つきましたね。おそらくちょっと見てもらえたらわかると思うんですけれど、こんな感じで反対側が下から見るとこんな感じですね。ここ縁ちゃんとついてますね。ここがなんか結構はまりにくいのでしっかりとチェックしてもらえたらいいんじゃないですかね。キャブをつけていこうと思います。じゃあキャブをつけていきます。はい、意外と早く終わりました。こんな感じですね。
ちゃんと入ってますね。おそらく隣が見えにくいんですけど入ってるんじゃないかなと思います。コネクティングチューブの方も大丈夫そうなので、まあ結論、僕はキャブを外した方が早かったなと思います。こんな感じですね。なんでちょっと上とか横とか下もしっかりと見てもらった方がいいと思います。はい、バッチリ入ったっぽいですね。はい、下側もこんな感じです。映っとるかな。まあしっかりついてそうですね。右側です。こっちもやっぱり上が少しボディが出てる感じですね。下こんな感じです。はい、ということでしっかりと止まりました。これ左側ですね。こっちが右側になります。若干月が甘いかな。で、今回はですねバッテリーが上がってしまってるのでエンジンがかけられないのでここまでとなります。ですが、今回ですねコネクティングチューブを購入させていただきましたけれど、まあ、無事しっかりとつくことができました。で、頑張ればですね多分僕下手くそなんであれですけどキャブレターつけたままコネクティングチューブつけることできるんじゃないかなと思います。で、僕はですねたまたまインシュレーターの状態がいいのかな、結構すぐに外したキャブもはめることができたので、まあ僕としてはキャブを外した方が結果的に全然早かったかなと思いますね。一応結構汚いんで綺麗に今から掃除して実際にはですね車検を入れて乗ってみてからこう耐久値とかどのようなものかなというので見させていただこうと思っています。今日が令和6年の8月の4日かな。なので今日からこれ使い始めますので、実際耐久値がどうなのかっていうのは定期的に報告させていただけたらいいかなと思っています。ちょっとつけるまでですね遅くなっちゃいましたけどすいません。こういう感じでつけれますので、まあ僕はキャブを外してつけた方がいいかと思います。で、一応僕のキャブは、見えますかね。53B にマークがついてるんで、2型のキャブなんですけれど、まあ無事しっかりと2型のキャブでもついていますので、ぜひ購入されるとき参考にされてみてください。じゃあ、今回の動画はですね、ここで終わろうと思います。今回も最後まで動画を見ていただいてありがとうございました。